さあ、ジェフリー・チャールズ、ジェフ・ハーストは、イングランド・アシュトンイコールアンダーイコールライン出身の、元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。1966年 FIFA フフワールドカップ決勝戦の、西ドイツ戦にて、決勝ゴールを含むハットトリックを挙げ、母国の同体開発優勝に貢献した。しかしその決勝ゴールが実際にゴールラインを割っていたか否かについては、現在も、 論争の的となっている。九百五十九年にウエストハムユナイテッド FC に入団し、ここでキャリアの多くを過ごすことになる。当初のポジションはミッドフィールダーだったが、ロングリーンウッド監督によってフォワードにコンバートされた。ウエストハムでは九百六十四年に FA カップ、九百六十五年に UEFA カップウィーナーズカップ九百六十四から六十五 で優勝した。ウエストハムを離れた後は、ストークシティ FC、ウエストブロムウィッチアルビオン FC、NASL のシアトルサウンダーズなどでプレーした。引退後は指導者として、ウエストハムとチェルシー FC でアシスタントコーチを務め、チェルシーでは監督のダニー・ブランチフラワーが解任された、後は監督に昇格した。1975年に、 大英帝国勲章を授与され、1998年には、ナイトに叙勲された。2004年にイングランドサッカー殿堂入り。1966年2月に、西ドイツ戦で、イングランド代表デビューを果たす。数ヶ月後に開かれた1966年 FIFA、ワールドカップ、イングランド大会のメンバーにも選出されたが、大会当初は控え選手とみなされていた。だが、 大会途中に ASFW のジミー・グリーブスが怪我をしたため、準々決勝のアルゼンチン戦から出番が回ってきた。自身のゴールによってアルゼンチンに1の0で勝ったイングランドは、準決勝のポルトガル戦にも勝ち、西ドイツとの決勝戦に駒を進めた。西ドイツ戦では、前半18分に同点弾となる1点目、延長前半11分に3点目、さらに、 延長後半5分にも4点目を挙げて、ワールドカップの決勝戦で、ハットトリックを達成した、最初の選手となった。イングランドは、結局4の2で西ドイツを下し、ワールドカップ初優勝を遂げた。論争の焦点は、決勝ゴールとなった、延長前半11分の3点目である。自身の右足から放たれたシュートはクロスバーを強く、叩き、真下に落下して、 ゴールライン上に落下した。スイス人出身のゴッドフリートディーンスとは、先進の判断を仰いだが、ロシア人先進のトフィクバフラモフはこれをゴールと認めた。1970年メキシコ大会でも3試合に、出場して1ゴールを挙げた。代表での最後の試合は1972年4月の、ユーロ1972予選、西ドイツ戦だった。 2013年8月12日、ゴールラインテクノロジーがプレミアリーグで採用されることを機にコメントし、同技術の運用に賛成すると表明した。ありがとうございます。